まず工夫早て先発は早川となりました。元公務員です。1回の裏の阪神、先頭の高寺セカンドゴロ、遠藤がレフト方向左打ち、ツーベースヒットとします。ワンアウト二塁。ツーアウト二塁となりますが、4番豊田が右中間を破りますタイムリーツーベース。遠藤が生還しまして、まず阪神1点先制、昨日に続いての1回の先制点です。豊田が打ちました。和田監督の表情はクールです。1対0阪神リード。工夫生えて2回の表、ブラウリオバスケス、センター前に持っていきます。先頭バッターの出塁でした。盗塁を仕掛けます。盗塁成功、スコアリングポジション。ツーアウト二塁一塁となりますが、平湯ショートゴロ、ここは得点につなげることはできませんでした。2回の表、工夫生えて0点です。2回の裏の阪神、ツーアウトで二塁一塁。高寺のセカンドゴロ、これがエラー誘発。相手のエラーによりまして阪神が2回の裏2点目を取りました。セカンド義母、悔しいプレーになりました。2対0阪神リード。さあ、エラーが出てしまった義母、取り返せるか。3回の表の打席はツーボールから三塁線破ります。及川のストレートを打ちましてツーベースヒット、まず一つ取り返しました。とここで及川にアクシデント発生です。手を見つめている仕草がありました。スクランブル登板松原、ノーアウトで三塁二塁となっています。3回の表、2点を追う工夫早て。センター方向結構伸びました、犠牲フライ。まず1点を返します。大山の犠牲フライでした。続く篠原、前進守備の高寺、バウンドを合わせることができず本塁送球できませんでした。2対2、同点に工夫生えて追いつきます。悔しい高寺。4回まで進み2対2、そして5回の表です。ノーアウト1塁、しかしここはちょうどいいところにボールが飛んでいきました。ショートゴロ、ダブルプレーとしました。高寺ダブルプレーを取りました。そしてまた高寺にボールが行きます。高寺もよく投げ、そしてファースト片山もよく抑えました。5回の裏、阪神の攻撃です。この時点で工夫生えて先発早川がおりまして、2番手藤本、2イニング目となりました。ワンアウト満塁、バッターは片山。この3人のランナーいずれもフォアボールでした。片山がレフト前に運びまして勝ち越し、3対2です。この後ノイジーストレートのフォアボール。ノイジーは全くバットを振っていませんでした。本当に苦しみましたこの回の藤本。ストレートとスライダー中心に投げたんですが、なかなかスライダーが制球できませんでした。縦の変化が収まらず、さらに坂枝にも打たれます。2点タイムリーツーベース、6対2となりました。さらに続くバッター戸井のところでパスボール発生、タイガース7点目。ここでやむなくピッチャーを山田に変えます。赤堀監督工夫生えて。ワンアウトフルベースと、まだピンチは続きます。高寺が一二塁間を破り、さらに1点追加。タイガース結局8対2としました。5回の裏でした。
この回は相手ピッチャーの制球の乱れをつきまして一挙6点のイニングです。試合は後半8対2リードは阪神。早手の攻撃、ブラウリオバスケス今日2本目、そして2塁狙うもタッチアウト。この回2本のヒットが出たんですがチャンスを作るには至りませんでした。7回の表、6点を追います工夫早手、ワンアウト1塁。この回のピッチャー梶谷でしたがさすが0点台です。防御率0点台、今日も抑えました。ピッチャーは漆原に代わります。8回の表を任されまして順調にアウトを重ねていきます。最後は見事な変化、大きな変化での三振ダッシュ、颯爽と帰っていきました。8対2阪神リード6点。9回の表、あとアウト1つとなったところで伊藤から森木にスイッチ。最後のバッターをライトフライに打ち取りまして阪神タイガース、昨日に続いての勝利。8対2工夫早手を破りました。阪神タイガースの勝利です。尼崎の地に新たなシンボルが誕生、阪神タイガース新ファーム施設。そこでは若虎たちが躍動し安らぎの笑顔があふれる。すぐそばに選手がいる、すぐそばに野球がある。2025年ゼロカーボンベースボールパーク誕生。